札幌冬季オリンピックまであと400日余り。来年2月のプレオリンピックも間近に迫って、市内の競技施設は急ピッチで工事が進んでいます。大会の花、90メートル級ジャンプが行われる大倉山シャンツェ。18億9000万円を投じて作られた真駒内の屋内スケート競技場。札幌市の北の外れにある三ヶ穂屋内スケートリンク。このリンクは一足先に完成し、一般市民に開放されています。さすがは地元の子どもたち、なかなか見事なスケーティングです。東京では少しでもウィンタースポーツに親しんでもらおうと、東京中日新聞主催のスケート教室が開かれました。参加者もほとんどが初心者とあって、指導員も大変です。子供に負けまいとお母さんも大張り切り。でもこればかりはままになりません。さあ元気を出して。でも僕疲れちゃった。スケートなんて簡単だい。もうこんなに滑れるよ。転んだって平ちゃら。しかし行き先はスケート任せ。黄色い歓声が銀盤にこだまして、スケート教室のこの盛況はウィンタースポーツシーズンの到来を告げています。